2限目なんだっけ。2限目数学だよ。うわ数学ガチだるいんだけど、マジめんどくさくない？マジか。宿題やった？え宿題あったんだっけ。いやあるよ。やばいよ。えやばいやばいやばい。えちょっと見してくんね。まあいいけど後でね。じゃあ、うん、ありがとう。てか見てこれ、えやばっ。よく見るよねこういうの、ね、和室で踊ってんのガチなのかねこれ。本番ものだと思う、ね、本番ものだよね本番ものこれは。やばいね、こういう人ってやっぱ TikTok 撮ろうと思うんだね。ね待ってこの人もやばくない？やばー、何それ。よく目は北川景子に似てるって言われます。いやいやいや、もう部分すぎない？てか目も似てねえからみたいな。そう似てねえのよ。全然似てねえのよ、うん、だから何って感じなの。反感買うに決まってるじゃんね。バカなの？顔がとかなら分かんないけどね、目でしょみたいな。そう目すら似てないしね、うん、まずうん。ちょっともう第三者から意見もらいなって感じ。本当にそう言われます？なくて自分が思ってるだけじゃないみたいな感じ。いや本当そう。待ってこれもやばくない？やばっ。え、ちょっと待って。ね、はずいって。ほんとやめてって。ねえ、ほんとにはずいから。そんな嫌がってなら乗せなくていいのにね。いや、ほんとそう。なんで乗せんのって感じじゃない？わざわざ。ほんとに。何この、こんな。え、いいからやめてよみたいな感じ出してさ。わ、うん、かりやすすぎ。嫌だったら乗せなくていいだけだからさ。ほんとそう。乗せる時点でもうやってんのよ。そうなのよ。授業始まる前にさ、うちらも TikTok 撮ろう。あ、いやいや、やるやろ。え、何やる？あ、これにしよっか。うん、タラタラよし、投稿できた。ありがとう。え、うちらマジ漏れてんじゃん、ね、かわいい。めっちゃかわいいじゃん。二人とも二元体育だよ。え？体育？数学じゃないの？やばいやばい、描いてないんだけど。え、ちょっとやばいやばい、みんな体育館行ってる？え、やばいやばい、やばいやばい、終わった。